お前らは最初の作戦を無事に終えた。だがしかしまだまだ一人前とは言えないぞ。今後もノックスの10か条のルールには必ず従え。さもないとその日の終わりには神とご対面することになるぞ。爆発物処理班が町を捜索して即席爆弾と疑われるものを処理するため丘陵地帯を通過中。一帯を制圧しないと処理班が町に入れない。作戦区域に処理班を連れて行ったら、あとは仕事をしてもらえ。その後は南東の大きな村の学校に移動する。ブラボーダルファ、チャーリーが非常線を張って町を捜索する間防御態勢を取れ。捜索終了後処理班が来る。爆発物処理班が仕事をする間町には誰も出入りさせるな。これは破壊して終わりの任務ではないぞ。脅威を察知して無力化するんだ。今回の任務で我々が味方だということを地元の住民に分からせ、彼らを傷つけたりヤギを盗んだりしないことを理解させるんだ。手間はするなよ。グズグズするな。早くしろ。行くぞ。潰しに捜索する。静かだな。200ヤード先のネズミのヘだって聞こえそうだ。全員こっちだ。これから行く。ここは安全だ。次に行く。奴らはこちらに気づいているようです。なるほど。では武器を持って動く者がいたら構わず撃て。分かったな。了解しました。接触。北東から敵襲です。アルファ了解した。チャーリー何をグズグズしてる。ブラボーエリアを守れ。北から東にかけてがお前らの担当だ。全員でこの区域を守るぞ。分かったな。こちらアウトロー2は最初の村の近くで敵歩兵部隊と接触した。異常なし。次に向かう。標的を沈黙させた。一撃必殺だ。脅威を排除。ここには何もない。ガラクタばかりだ。片付けだ。リロードする。ライフル兵だ。150メートル東の方角。そうだ。逃げろ逃げろ。アルファは無敵だ。行くぞ。よし。ヤツらは後退している。だが本気ではなかった可能性もある。俺たちの防御の高さを見せてやる。チャーリーが任務を終えるまで持ち場を守るんだ。こちらアルファ、仲間がやられている。何もない。次の建物に向かう。リロード中。誰もいない。異常なし。二等軍曹、ここは何もありません。異常なしです。アウトローアクシュアル、こちらはアウトロー2番だ。最初の村の安全を確保。繰り返す。最初の村の安全を確保した。即席爆弾も兵器もなしだ。敵との接触が何度かあり犠牲者が出た。了解した。新しい任務だ。爆発物処理班がそこから北方にある次の村に向かっている。彼らの護衛をしてくれ。村には即席爆弾らしきものがあり処理する必要がある。アウトローアクシュアルへ。了解した。早速任務に当たる。よし出発しよう。今度は移動中の爆発物処理班の護衛に向かうぞ。チャーリー、お前らは彼にぴったりついていけ。チッ、なんでいつもクソ任務担当なんだ。まあいい、抵抗勢力をやっつけたい気分だったからな。見事の活躍だチャーリー。敵の首を持ってこい。全員来るんだ。整列する。全員急ぐんだ。ノックスのルール第4条を忘れるな。弾道の落下に注意だ。かなり離れた敵と交戦することになる。着弾地点を把握して弾薬を無駄にしないようにな。よし仕事にかかるぞ。敵兵はまだいる。丘の上だ。武器を持っているぞ。了解だ。交戦して奴らを爆発物処理班とチャーリーに近づけないようにしろ。
爆発物処理班はチャーリーに続け。移動だ。敵らしき人影だ。200メートル、西の方角。発砲してもいいか。全員撃ちまくれ。草木も薙ぎ払ってやる。何か見えたぞ。100メートル、西の方角。あれは敵かもしれない。150メートル、北西の方角。こちらアルファ、攻撃を受けている。リロード中。標的を沈黙させた。こちらチャーリー、敵と接触。制圧、リロード中。全員標的を撃ちまくれ。了解だ。奴らは俺に任せろ。標的をやったぞ。始末した。制圧射撃を加えている。集中砲火を浴びている。ライフルヘダー、200メートル、北西の方角。始末した。撃つな。あ、全員ここに並んでくれ。そっちに移動する。敵は戦死した。敵の射程に入った。標的を沈黙させた。制圧する。ライフルヘダー、150メートル、北西の方角。リロード中。制圧する。こちらアルファ、敵の射程に入った。始末した。制圧する。始末した。リロード中。全員グズグズするな。75メートル、北西の方角。移動中。全員急ぐんだ。50メートル、西の方角。全員急ぐんだ。すぐに向かう。全員急ぐんだ。50メートル、北の方角。すぐに向かう。全員急ぐんだ。75メートル、北の方角。すぐに向かう。こちらアルファ、敵だ。止血できたぞ。よし、戦闘に戻れ。ライフル。こちらアルファ、敵の射程に入った。始末した。銃撃を受けている。ライフル兵だ。25メートル、西の方角。標的を沈黙させた。ライフルヘーダー、25メートル、北西の方角。全員燃やしてやれ。ライフルヘーダー、全員燃やしてやれ。ライフルヘーダー。こちらアルファ、他の斜面は異常なしだ。この一帯はこれ以上ないってくらい乾燥してるが、景色は悪くないな。全員グズグズするな。100メートル、北の方角。爆発物処理班はチャーリーに続け。移動だ。プロフェットにもこの地域の情報は全く入っていない。だからといって抵抗勢力がお前たちの空っぽ頭を狙っていないとも限らないぞ。周囲によく目を配るんだ。
リロード。何？こちらチャーリー、援護が必要だ。複数の敵に銃撃を受けていて身動きが取れない。車両は蜂の巣だ。応援をよこしてくれ。生意気な草野郎どもめ。ブラボー、急行して奴らを一掃しよう。アルファは西側の守りを固めろ。奴らに側面攻撃を許すな。アウトローアクシャル、激しい銃撃を受けている。爆発物処理班がやられた。クソ、こっちで激しい銃撃を受けてる。スナイパーだ。50メートル東の方角。始末した。撃たれた。衛星兵。始末した。こちらちゃ、銃撃が激しい。奴らを早く何とかしてくれ。衛星兵。バレット、手当てしろ。対象はテイラーだ。集中砲火を浴びている。これで十分だろう。こちらチャーリー、制圧射撃をしている。見た目は悪いが、もう大丈夫だ。全員こっちだ。これから行く。こちらに犠牲者が出た。激しい襲撃を受けている。敵の射程に入った。150メートル東の。始末した。援護に感謝する、ブラボー。こちらアウトロー2番、副兵を排除した。即席爆弾のある地点に移動する。了解した。即席爆弾の処理が完了したら改めて報告してくれ。よし、行くぞ。チャーリー、ブラボー、俺たちが村に着くまで爆発物処理班を護衛しろ。ノックスのルール第6章、リロードを忘れるな。光線の後には必ずリロードするんだ。敵が目の前にいるのに弾切れなんて事態だけは避けたいだろう。